皆さんこんにちは。マリサだぜ。霊夢です。この動画には、ネタバレ要素もあるので見る際には注意してほしいんだぜ。これは大事なことね。今回はヤリトラマンについて紹介をしていくぜ。ヤリを使ったウルトラ戦士たちの紹介かしら？そうだぜ。いろんな戦士たちを紹介していくから、ぜひ楽しんでってくれよな。それは楽しみね。紹介してちょうだい。そうだな。じゃあ、早速始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。最初に紹介するのはウルトラマンジャックだ。帰ってきたウルトラマンに登場するウルトラ戦士だな。あれ、ジャックって槍を使って戦ったっけ？武器を使って戦うのは知っているけど。そうだな。ジャックは重々しい打撃を主体とするウルトラマンやセブンと比べると、軽快なチョップやキックを駆使した連続攻撃が持ち味で、流星キック、スライスハンド、ウルトラハリケーンのような、身体能力を活かした肉弾系の必殺技も多いが、武器の名手としても知られているんだ。そうよね。あの武器の名前は何だったかしら？ウルトラブレスレットだな。そうそう、それよ。普段は腕は携帯でジャックの左手首に装着されていて、彼の意思に応じて様々なアイテムに変形するんだ。そしてその中の一つがウルトラランスだぜ。へぇ、そんなのがあったのね。どんな武器なの？ウルトラスパークの柄を長く伸ばした槍の形をしていて、投擲して敵を貫くんだ。投げるのね、確かに鋭そうだものね。ああ。だが、帰ってきたウルトラマン内では、ヤドカリンを串焼きにしたくらいしか使用していないんだぜ。あれ、かっこいいのにあんまり使われていないのね。残念ながらな。その代わりに平成ウルトラマンでは何度も使用され、ブラックキングをベースにした怪獣兵器を一撃で討伐したり、ウルトラファイトオーブでもこれでツインテールを串刺しにして倒したりと活躍しているぜ。彼自身が武器の使用に長けているっていうのもありそうね。そうだな。そして、そんなジャックにはもう一つの槍があるんだぜ。それが同じくウルトラブレスレットを変形させたウルトラクロスだぜ。ジャックにはもう一つあったのね。でも、この槍って、この槍は十字架の形をしていて、ドラキュラスやバット星人の心臓を刺し貫いて倒すのに用いてたんだぜ。そして、このウルトラクロスはレッドマンのレッドアローに流用されたんだぜ。あ、やっぱりそうよね。次に紹介するのはウルトラマンタロウだ。ウルトラマンタロウに登場するウルトラ戦士だな。タロウも槍を使って戦うのね。パワフルな肉弾戦のイメージが強いわ。確かにな、タロウは自爆必殺技のウルトラダイナマイトなんかの印象が強くて、あまり視聴者には覚えられていないかもしれないが、実はタロウも槍を使って戦うんだぜ。そうなのね。詳しく知りたいわ。タロウは、キングブレスレットの前に装備していたタロウブレスレットが変形した、両刃の槍ブレスレットランサーを使うんだ。片手に持って敵を貫くんだぜ。両方に刃がついているから慣れた戦士じゃないと怪我しそうね。確かにな。また、ゲーム作品ではキングブレスレットが変形したタイプが登場していて、こっちでも投げ槍の要領で敵を貫いて、タロウの元に戻ってきていたぜ。投げるっていう点ではウルトラランスと似ているわね。そんなタロウはタイラント戦で、タイラントの鞭を引きちぎって、キングブレスレットの力でウルトラランスに変えたんだぜ。ジャックのウルトラランスと同じ名前なのね。そうなんだぜ。名前が同じ理由ははっきりしてないんだぜ。次に紹介するのはウルトラマン AT だ。ウルトラマン AT で登場するウルトラ戦士だぜ。AT も槍を使ってたなんて知らなかったわ。AT はスピーディーかつアクロバティックなキック技を得意としていて、豪快な投げ技もよく多用しているんだぜ。パワーとスピードの両方に長けてるのね。そして AT が使う槍がウルトラレイランスだぜ。サクシウム光線と同質のエネルギーを光の槍にして敵に投げつけて貫くんだぜ。光線と同レベルの光の槍ってすごいわね。活躍はしたのかしら？当然したぜ。18話でダロンの頭部を差し貫いて絶命させ、ウルトラマンメディウスでもロベルガー2世に致命傷を負わせたんだぜ。大活躍じゃない、さすがは AT 先生ね。次に紹介するのはウルトラマンゼロだ。大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザ・ムービーで初登場したウルトラ戦士だぜ。ゼロはセブンの息子だったわよね。そうだぜ。ゼロは光の国の若き最強戦士とも呼ばれるほどの力を秘めていて、セブン譲りの光線技と、レオに鍛えられた宇宙拳法を駆使した戦いを得意としているんだ。めちゃくちゃ強かったわよね。ベリアルが操る100体もの怪獣軍団を倒した時はびっくりしたわ。ああ。そんなゼロが使う槍がウルトラゼロランスだぜ。ゼロが父から贈られた新型のウルトラブレスレット、ゼロブレスレットの槍状の形態なんだ。
ジャックのウルトラランスみたいな感じなのね。その通りだぜ。ウルティメイトブレスレットからも出現するが、こちらとは形状が若干異なっているな。あんまり使っているイメージがないけど、どんな時に使われているの？主に武器を持った相手などに対して使用されているぜ。ルナミラクル、ストロングコロナの状態でも使用可能な槍だぜ。携帯問わず活躍できる強力な武器なのね。続いて紹介するのはウルトラマン銀河だ。ウルトラマン銀河に登場するウルトラ戦士だな。銀河はクリスタルが様々な色に発光し、その色によって違った技が使える面白い戦士だったわよね。そうだな。そんな銀河が使うのが銀河スパークランスだ。銀河の変身アイテムである、銀河スパークが変化した槍なんだ。変身アイテムが変化して槍になるのは珍しいわね。どんな活躍をしたの？初登場はダークルギエルとの最終決戦だったんだが、この時は光に包まれていて全体像は明らかになっていなかったんだ。ふむふむ。すごい力を放っていたからかもね。だが、続編のウルトラマン銀河 S では光が消え、スパークブレードやスパークリーダー部分が青い葉で縁取られている全体像が明らかになり、戦闘にも積極的に使用するようになったんだぜ。続編からは積極的に槍を戦闘に取り入れたってことね。ああ。他にはウルトラマン X では、リーチの長さを活かしてモルド、スペクターの攻撃範囲外から的確に隙をついていたんだ。モルド・スペクターって、この時ビクトリーナイトとエクシード X の二人相手に互角に戦っていたわよね。そうだぜ。だから相手のリーチの短さを利用した上手い戦い方だと言えるな。さらにウルトラ・ララクシーファイトでは、ダークルギエルとの戦いで再び発光状態で使用していたぜ。発光状態はダークルギエルと戦う時の専用形態なのかしらね。次に紹介するのはウルトラマンオーブハリケーンスラッシュだ。ウルトラマンオーブに登場した、ジャックとゼロのウルトラフュージョンカードを使用したフュージョンアップ形態だぜ。どちらも武器を使うのが得意なウルトラ戦士ね。しかも槍も使っていたわ。そうだな。この形態ではオーブスラッガーランスという、オーブスラッガーショットを合体させた三叉の槍を使うんだ。やっぱりウルトラランスとウルトラゼロランスを意識しているのね。どんな武器になっているの？そのまま振り回して武器として使用するほか、レバーを引いてエネルギーをチャージすることで多彩な技を繰り出すことが可能なんだぜ。能力まであるのね。劇中での活躍も気になるわ。第9話では回転させることで竜巻を発生させ、ケルビムを空中に打ち上げていたな。さらに第20話では、メトロン星人タルデが放ったラウンドランチャーの弾を回転させて弾いているぜ。オーブの技術が合わさることでさらに強くなっているわね。必殺技もあるの？もちろんあるぜ。必殺技は、槍の先端から光線を発射するオーブランサーシュートや、相手の体に槍を突き刺し高エネルギーを送り込んで内側から爆破するビッグバンスラスト。先端が輝き、目にも止まらぬ速さで相手を連続で切り裂いて八つ裂きにするトライデントスラッシュなんかがあるぜ。今までの戦士より槍を主体にした戦い方をしていていいわね。必殺技も強力だわ。あと、オーブには別形態で槍を使ってる形態があるんだぜ。それがウルトラマンオーブサンダーストリームだぜ。ベリアルとアグルのウルトラフュージョンカードを使用したフュージョンアップ形態だな。これは、初めて見た形態だわ。そうだな。この形態は劇中に登場だからな。この形態では身の丈ほどあるギガトライデントという槍を使うんだぜ。この形態も三叉の槍なのね。次に紹介するのはウルトラマン Z だ。ウルトラマン Z に登場するウルトラ戦士だな。確かゼロの弟子だったわよね。Z も槍を使うなら、その系譜は受け継がれてるということね。そうだな。Z はスラッガーの系譜も受け継いでいて、ゼロのことを師匠、セブンのことを大々師匠と呼んでいるしな。ふむふむ。それで、Z はどんな槍を使うのかしら？ウルトラマン Z 第5話ファーストジャグリングに登場した Z ランスアローという槍を使うぜ。これはアラスカ北部で発見された謎の石器から生まれた武器が変化、巨大化したものなんだ。ランスとアローが合体しているのかしら？槍として使うほか、中央にある Z のマークが記されたレバーと赤いボタンを操作することで、ベッジ部分から光弾を発射するアローショットが放てるんだ。そうなのね。槍としてはどんな攻撃があるの？先端のエッジ部分で斬撃を繰り出すランスカッターという技があるぜ。遠近両用の武器は便利でいいわね。必殺技はどんななのかしら？必殺技は2つあるんだ。一つが、炎をまとったエッジ部分で Z の斬撃をかき、敵に向かって飛ばす Z ランスファイヤーだ。炎をまとうことでさらに威力を増しているのね。そうだぜ。
飛ばされた斬撃は高速回転しつつ相手の体に炎の Z を焼き付け、その勢いのまま爆砕するんだ。さらに第6話では Z の斬撃を飛ばさず、ランスによる突進とともに相手にぶつける戦法をとっていたな。いくつかのバリエーションがあるのね。もう一つの必殺技はどんな技なの？もう一つの必殺技は、エッジ部分に弓矢のエフェクトが現れ、氷の矢を敵に向かって放つ Z アイスアローだぜ。炎以外に氷まで使えるのね。そうなんだ。これは矢が当たった相手を全身が氷漬けにして、内側から膨れるように爆散させるんだぜ。結構えげつない技ね。今までの槍と一味違って面白いわ。そして最後に紹介するのはウルトラマンリブットだ。マレーシアの子供向けアニメ番組ウピン&イピンで登場し、ウルトラララクシーファイトシリーズに出演して以降は国内での露出も増えたウルトラ戦士だな。初のアジア圏出身の海外ウルトラマンね。ああ。普段は東南アジアの伝統武術であるシラットに似た独特の戦法で戦うリブットだが、主要を乗り切った時にパワードから与えられたスプレッダーロッドという光の槍状の武器も使うんだ。限界サイズや切れ味とかの性能が気になるわね。どんな活躍をしたの？ウルトラマントリガーでは長槍に近い状態で使用し、市街地戦でありながら周囲の建物を一切傷つけずに槍を使いこなしていたんだぜ。すごいわね。ただ硬いだけじゃなくて、しなやかさを併せ持っているのね。ああ。ロッドからは光線を放つことも可能で、タイプチェンジを持たないリブットにとって、リブットブロッカーと合わせてマックスのマックスララクシーのような装備であると言えるな。槍の必殺技なんかも見てみたいわね。そうだな。ちなみに、使用時には槍を収納してよりコンパクトなサイズにすることもできるんだぜ。めちゃくちゃ便利じゃない。収納場所に困らないわ。ということで、これで槍トラマンの解説を終わるんだぜ。思ったより槍使いのウルトラ戦士がいたわね。中にはメイン武器として使用している戦士もいたし、面白かったわ。そうだな。今後も槍トラマンは増えるだろうから、また紹介できたらいいな。楽しみね。他にもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。